内容はトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介チャンネル。どうもアンバサダーのトエです。一体皆さんはポケモンと言ったら何を思い浮かべるでしょうか。やはりピカチュウ、これ大変人気のキャラクターですよね。ピカチュウを思い浮かべる人がめちゃくちゃ多いと思うのですが、実はそのピカチュウ、世界的にも有名なキャラクターではあるのですが、ポケモン公式ではピカチュウよりも優遇されているポケモンがいるということはご存知でしょうか。というわけで本日はピカチュウ並み、いやピカチュウ以上にもしかしたら VIP 待遇を受けているかもしれないポケモンたちに迫っていくのですが、今明らかにポケモンの中で格差ができているのは皆さん知っていますか。例えばここにいるヤドン、こちら数年前まではもう何も全然有名じゃないポケモンでした。ところが死なぬ間に香川県のなんか大使みたいになりまして、香川にはこいつのねマンホールができたりとか、専用のグッズコーナーができたりとか、まあ、とてつもないね人気の快進撃を見まして、今やポケモンセンターでもすごい人気のグッズとなったそうです。でさらにゲームでも金髪のヤドンというね、まさしく私をモチーフにしたようなヤドンが出てきて、こちらもかなり世の中を騒がしております。そのようにいろんなポケモンたちがね、もうポケモンの中でも格差っていうのがちょっと生まれてしまってるんですよね。今日はそんなヒエラルキーの上位について迫っていこうと思います。まず最初のポケモンは EV。 はい、まあ EV と言いましたらね、まあ初登場は赤緑で、赤緑版では一人一匹しかもらえない、まあちょっとレアなポケモンだったのですが、まあその時点でかなりね珍しいんですが、ピカチュウ版の時にピカチュウを主人公が選ぶのに対してライバルが EV を選ぶと、まあだからアニポケと同じ構図ですよね。サトシがピカチュウを選んでシゲルが EV を選んだように、ピカチュウ版ではそのようにライバルが EV を選ぶなど、まあかなりこの時点で優遇されております。まあ、それこそピカチュウと同じぐらいの優遇を受けておりますよね。で、優遇ポイントとしては、進化ポケモンという名前の通り、EV はいろんなポケモンに進化することができます。まず、初代の時点で3種類に進化ができるという、とてつもない異例なポケモンでした。その進化先は、初代はブースター、シャワーズ、サンダースなど、まあ、とてつも見た目も可愛らしかったり、かっこよかったりと、人気が出そうなことがある程度分かって作られていたポケモンだそうです。で、実際はその通り人気が出まして、で EV は結構シリーズを追うごとに進化の種類が増えるという優遇っぷりも受けております。金銀ではブラッキー、エイフィーが増えたりとか、ダイヤモンドパールではリーフィア、グレイシアが増えたりだとか、 XY ではニンフィアが増えたりだとか、さまざまね、こうやってポケモン EV の進化系というのが増えてきました。でこれらをね総称して V ズ、ファンの間でも非常に親しまれております。実際ポケモンセンターではピカチュウのグッズも多いですが、この V ズのグッズもめちゃくちゃ多いです。UFO キャッチャーのプライズなどにもこの V ズというのはたくさん出ていますし、なんなら一番くじが V ズだけで行われたりするなど、大変人気のポケモンとなっております。また対戦でもピカチュウよりも強いことから、 V ズだけでパーティーを組んでガチのレート対戦のような対戦に潜れるぐらいのスペックも兼ね備えているポケモンたちです。さらにアニメポケモンといえばピカチュウのイメージが強いですが、この EV もサトシのライバルのシゲルをはじめ、ヒロイン枠であるハルカ、セレナ、スイレンなど重要キャラの手持ちとしても、まあ、使われていることから、まあ、かなり人気がうかがえますよね。さらにポケットモンスター信長の野望などにも出ておりまして、ほぼ全てのポケモン関連作品には、まあ、出ていると言って過言じゃないポケモンになります。で続いてのポケモン、ミュウツー。誰が産んでくれと頼む。はい、というわけでミュウツーなんですけども、まあ初代伝説のポケモンですよね。で映画最初のポケモンというイメージもありますし、まあ、かなりね未だに人気があるポケモンですね。実際まあこれすごい海外の人にも受け入れられているデザイン でその影響もあってか、メガ進化を2種類もらえるという優遇っぷりがまず存在します。メガ進化はねミュウツー XY が存在しますね。でこのメガ進化が2種類あるっていうのは、ポケモン全890種の中でなんと2種類だけ、リザードンとミュウツーだけなんです。この時点でミュウツーの優遇っぷりがわかるでしょう。でさらに同じ任天堂の中の大人気ソフト、大乱闘スマッシュブラザーズのシリーズにミュウツーは登場したり、またポッケンなどでバトルポケモンとして参戦したり、ポケモンレンジャーで敵役として登場したり、ポケモン信長の野望でもまあ登場したりと、まあ圧倒的ね、まあ強キャラとしてのね地位を築き上げております。まあ実際剣盾でもポケモンのレイドバトルっていうのがあるんですが、まあ、そこで出てきたミュウツーはめちゃくちゃに強かったですね。さら
らにも大人気アプリのポケモン GO でもこのミュウツーというのはかなり特別視されていて、まあ、発売前のティザームービーなどでもミュウツーというのはかなりねフィーチャーされて、ニューヨークでみんながミュウツー戦うぜみたいなね、そういったような映像が使われてポケモン GO を始めるユーザーにかなり火付け役としてね役割を果たしました。で、昨年のミュウツーの逆襲エボリューションの公開を記念して映画に出てくるアーマードミュウツーのレードなどが用意されたりなど、まあ、かなり優遇されております。で、ミュウツーは初代の伝説のポケモンにもかかわらずめちゃくちゃ強いんですよね。まあ、種族値というポケモンの強さを表す指標みたいなのがあるのですが、一番最初に出た伝説にもかかわらず総合で未だに11位、そして特攻だけで見ると3位を誇っているという、まあ、とんでもない強さを誇っております。まあこのように伝説のポケモンとしての、まあ、誇りを持っていて、実際にミュウツーが伝説のポケモンじゃなければ、まあ、サトシの手持ちに入っていた可能性も全然あることから、まあ、これはねかなりピカチュウの、まあ、伝説バージョンみたいな扱いを受けているような節はありますよね。で、新しく開いたポケモンセンター渋谷があるんですけど、そのポケモンセンター渋谷にもミュウツーのでかーいフィギュアのようなものが用意されていたりなど、まあ、これはかなりミュウツーは優遇されていると言っても過言じゃないですよね。で、続いてのポケモンはルカリオ。こちらはダイヤモンドパールで初登場して、で、そして波動の勇者ルカリオというタイトルで伝説以外で初めて主役級になったと言ってもいい過言じゃないポケモンの一匹ですね。まあ、その時の映画波動は我にありというセリフはもう僕たちキッズの心をねわしづかみにしましたね。実際普通のゲーム中では伝説のポケモンじゃなくルビーサファイアでいうアブソルのような伝説感があるようなポケモンではあるんですけども、まあ、それにしても普通のポケモンがこんなにもフューチャーされるっていうのは、まあ、かなり珍しいですよね。で、まあ、ポケモン実況者でもう1番2番人気を争っている、まあ、ライバルさんの、まあ、手持ちとしてもすごい有名なポケモンでもありますね。で、まあ、このルカリオなんですけど、まあ、映画の主役になっただけじゃなくいろんなねアニメやゲームでもいろんなトレーナーたちの主要ポケモンに入ってるんですよね。まずはダイヤモンドパールのチャンピオン、まあ、シロナさんが使っていました、まあ、ガブリアスとルカリオというイメージはかなり強いですよね。で、四天王のシバもルカリオをね手持ちに入れておりました。まあ、当時はねイワーク2体でのお前全然格闘タイプ使いちゃうやんけと思ってたんですけど、まあ、ハートゴールドの時にはねシバが手持ちに加えていました。で、ジムリーダーのスモモの相棒として登場したり、で、ブラックホワイトの時にはコテツの相棒で、サンムーンの時にはククイの手持ちポケモンとしても登場しました。で、さらに、まあ、XY でメガ進化も与えられていることから、まあ、かなり優遇されていて人気の高いポケモンですよね。極めつきは今回のアニポケでサトシの手持ちにリオールが加わったことから、まあ、いずれねルカリオになると思うので、まあ、今回ねこのサトシの戦力のね重要な一角を担ってくれるポケモンになるのではないでしょうか。で、派生作品にも出まくっていまして、スマブラにも出ていますし、ポケモン信長の野望にも登場しています。で、さらにはポッケンにも参戦しているので、まあ、かなり人気のポケモンと言えるでしょう。実際ポケモンセンターでもグッズは結構あるイメージがありますね。で、その次はもうこれはねもうみんな納得だと思うんですが、リザードン。一番最初にピカチュウより優遇されたポケモンと言っても、まあ、過言じゃないのではないでしょうか。まず優遇具合としては、まあ、初代ポケモンゲーム赤のパッケージに採用されており、今でももう絶大な人気を誇っておりますよね。で、まあ、一番最初に選べた手持ちの一匹、さらにあれだけかっこいいポケモンということなので、今コヤスタを見ている視聴者の中でも思い入れが深い人は多いのではないでしょうか。で、さらに、まあ、やっぱりねこれ一番最初の初代無印のアニメでこのリザードンの活躍っぷりと言ったらねもうめちゃくちゃ良かったじゃないですか。で、サトシのもうピカチュウを押しのけてもうエースとして、ね、リザードンがいてくれたおかげで何度も何度もサトシが窮地を救ってもらったのでね、そういった意味でもねこのリザードンっていうのはねもうめちゃくちゃ熱いポケモンですね。で、サトシの手持ち以外でもアランのねリザードンもねめちゃくちゃかっこよかったですよね。で、さらには3分でまあカキとねまあ、出てきたりとか、まあ、そういった感じもあってね、まあ、かなりアニメでも露出が多いなっていうイメージがありますよね。で、極めつけは、まあ、ゲームでもアニメでもそうなのですが、今作リザードンはガラルチョコのチャンピオンダンデさんの最強の相棒ということで、まあ、登場しており、まあ、巨大マックスまで与えられてね、で、過去の御三家で唯一一番最初からリストラされずに出ていたということで、まあ、この優遇っぷりは、まあ、ちょっと異常ですよね。実際、まあ、メガ進化も2種類あったりと、メガ進化に巨大マックスもあるというのは、もうすごいね、優遇されてるなっていうのが、まあ、一目瞭然ですね。で、スマブラにも毎回参戦していて、まあ、最初はモンスターボールから出てくるだけの登場だったのですが、途中からポケモントレーナーの手持ちとして、まあ、しっかりとね、リザードの最終形態として出てきますね。で、ポケモン信長の野望でも、まあ、かなりフューチャーされていたので、まあ、いろんな派生作品においてもリザードンというのは、めちゃくちゃかっこよく頼りになるポケモンというイメージがありますね。で、さらに、これ御三家の中で、まあ、やはり頼りになるポケモン、サトシの相棒と言ったら、まあ、このポケモンでしょう。月光牙。月光牙は、ポケモン XY で、まあ、初めて登場した御三家の一匹の
最終進化系なんですけど、まあね、これ一番最初に出てきた時に、ケロマツっていうポケモンだったんですよ。これなんか見た時に、お、みんなケツマロだ、ケツマロだ、みたいなことを言って、すごいバカにしていたんですよね。この XY の最初の時って。ところが、このケツマロ、改めケロマツが最終進化して月光河になって、こんなにかっこよくて、なんと、今じゃあ人気投票2回連続1位というとんでもない快挙を成し遂げているぐらいのポケモンになるとはね、ほんと誰が想像していたんでしょうか。いや、新しいポケモンを出してね、ここまで人気でできるね、株式会社ポケモンはね、本当にね、すごいなってのは思いますね。で、サトシの月光河はもう普通の月光河と違って、頭にサトシのね、トレードマークの帽子のような模様がね、あったりするんですよね。まあ、通称サトシ月光河ですね。これゲームでも配られて、まあ、絆変化の能力で、なんかメガ進化のようなこともね、できるというね、もうサトシの無茶苦茶っぷりをね、体現したかのようなポケモンになりましたね。で、これスマブラで単体で参戦しているのですが、これね、XY より前にスマブラの参戦が決まっていたことから、まあ、公式はもう狙って月光河をもうめちゃくちゃ有名なポケモンにしていくぜ。これからリザードンの代わりになるぐらい強いポケモンを育てようみたいな。また並べるぐらいいいポケモンを育てようということで、月光河が押されたので、もうこれ見事に狙い通り行ってるのでね、本当にすごいですよね。まあこれね、水ポケモンと炎ポケモンの御三家が、まあ有名なポケモン一体ずつできたんで、次はプグーの草タイプ、草御三家の最終進化系もかっこいいのお願いします。で、今まではめちゃくちゃ優遇されたポケモンを紹介しましたけど、まあこれ、ケンタテが発売された時にかなり話題になりましたが、なんとケンタテには出てこないポケモンっていうのがいて、まあ当時かなり衝撃を受けましたね。まあいわゆるリストラされたみたいな。でね、今度追加コンテンツが発売されて、出てきてないポケモン400種類のうち、200種類はまあ復刻する。まあ僕の大好きなクロバットとかも、帰ってきたぜっていう感じで、まあ嬉しいんですけど、まあ、それでもまだ出てこないポケモンがいるっていうことなんですけど、ポケモン自体は別に不人気だからとか、その200種類を嫌いだからとかやってるわけじゃなくて、ゲームをより楽しめるためにね、まあ、ポケモンの世界って別にガララ地方にはそのねいないポケモンなのかもしれないからということで、今回出してないポケモンもいるっていうことなんですけど、ポケモン自体はそれを見限ったわけじゃなくて、他にもフォローというのをしていて、それが何かっていうと、まあ、ポケモンカードだったりだとか、ポケモンダンジョンの新作とかでは、まあ、剣盾で普通にリストラになったポケモンも出てきていますし、でポケモンのグッズとかでは今本当全部をぬいぐるみにするような企画とかもあったりして、今金銀まで出てるんですけど、でポケモン GO でも普通にリストラポケモンなどは存在しないので、まあ、これもどん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 ね、全部のポケモン890種類、そしてその上を目指していくと思うんで、まあね、リストラにあったからといって、まあ、悲観する必要はないのかなって思いますね。やっぱポケモンを開発している増田さんも、ポケモンの世界を広げることっていうのはすごい意識されていることなので、まあ、これから先もいろんなところで僕たちはポケモンというコンテンツを触れ合いながら、人生生きていけるのかなとは思いますね。まあ、そう思うとかなり楽しみですね。はい、というわけでね、まあ、今日はね、もしよかったらね、みんなの好きなポケモンとかをね、コメントで書いてくれると嬉しいです。もし今回1080以上だったら、なぜか公式からはあんまり優遇されてないんですけど、フライゴンだとか、ブースターだとか、一部の人たちにめちゃくちゃね、人気があるポケモンたち、ちょっと一風変わったポケモンたちをちょっと紹介していこうと思います。というわけで本日の鳥肌スコアは、890。いや、ポケモン種類多いね。本日の鳥肌ポイントは、ミミッキュも結構優遇されてそう。それでは、See you!男たるもの、一度は最強という称号を目指すものではないでしょうか。埼玉と同じくらい、またはそれよりも強いのじゃないかと言われているキャラがいます。普段は働いていると、でヒーロー活動は趣味でやっているということを言っているんですよね。